目、今日はスパイ、藤田を見ていると、いや遠投という練習をしていても、はい、全くそのボールがお辞儀することなく、本当に伸びたまま相手のボールをミットシーブになっています。回転がいいんでしょうね。惚れ惚れするようなそのピッチング練習、遠投です。低めしたボールは全部に逆に高めたボールはこれが出てきたというふうに、さっきの山本のところですね、はい、外へピッチャー返し、しかしショートセカンドファーストに送ります。